あとは何か手はあるかな、手というか対策としてね、なるべくね相手を無力化できるものがあれば一番運命かいいんですよね。あ眠り、あ、ね、でも眠りにしたってどうせ一回ぶん殴ったらなすぐ起きちゃうからな、相手をね完全無力、ね、完全ロックできるものがないとなんだよな。もしくはそれができないんだったらやっぱ毒とかスリップダメージを与えていくしかない気がするんだよね。だって一回でさあいつ回復何回回復してたっていうくらい回復してるもんね。特攻よりもみんなが眠りを与えるダメージを与えることができれば永久に、やれやれお邪魔虫が出てきたね、寝かしつけることは可能なんだろうか。ああやっぱ違うんだ。リオネラの水ゲージをマックス状態にしたんだけどロロナのスキルには反映されてないですね。やったー、動物特攻、そういうのもあるのか。なんか相手の効果が反転されるやつがいいですよね。ダメージ還元、あいつね敵が持って、ああまだ先はあるのか。相手が持っていたので、その効果をさ反転させることができればもっと戦闘は楽になると思うんですけどね。さすがにそういうアイテムは多分ないと思うけど、テンデロック、扱いやすいか、何か扱いにくい作りづらいものを作るときには使いやすいですかね。プラス3なので、もしかしたら回数達人の技奥義かな。ちょっとロロナの奥義も使いたいんですよね。まあブラインドを、まあ、主軸に使っていければいいと思うし、ブラインドプラス眠りとか昏睡ができればそれもそれでいいんじゃないかな。5日か、結構長いですね。 HP は余裕はあるね。またここでまあボスが出てきても大丈夫じゃねえんだけど、アイテム的にはフラムね、ちょっと使いにくいんですよね。レオネラが水属性なんで打ち消しやっちゃうんでちょっとダメなんだよね。あれ、あ、こっちか。もう少し引きでお願いしたいな。こっちは何もない。ウニ、あ、まだあるか、よかった。ウニで始まりウニで終わるのかと思ったよ。ここにも何もないと。あ、どんどん降りていくね。まあ上がってきたんですけどね。ここにも何もないと。何もないところと、まあ、1個だけ宝箱あるのは何が違うんだ。先がある森キャベツ、扱いやすい、子供でも扱える、扱いやすいがあるのはいいことだ今になってね。奥にも宝箱があるだけ。ああ、ボス出てきそうですね。レベル上げ、あ、来たよ。どこでレベル上げようかな。あ、すごいゴーレムだ。お名前はなんていうの、鉄巨人。なかなかどうしようかな。とりあえずヤシの仲間かな。僕の歌声で君を癒そう。相手は何属性、属性とかあんのかなって。とりあえずブラインドだよ。こんなものはブラインドなんだよ。強く光って、まあ、力任せっぽいやつは。よし、ブラインド、まずはブラインド行きます。でとにかくリオネラでゲージを貯めていく。あーて、ディフェンスを落としてくる。二度の、ちょっとふざけんなよこいつ。じゃあゴージャスラッシュとかやってっか。華麗に決めるよ。はっ、あんまりだな、 いつものごとくだな。よし、じゃあ今回はこれもねありますのでこれ使います。今度は頑張るから。どうしようリカバーが使えない。今すぐリカバーを使おう。お願い、一回だけでもね使っといてよかった、マジックを。
よしよしよし、大丈夫で、アドバンス、ビクトリーラッシュ、ビクトリーラッシュは使わなくてもいいや。バトルソング、戦いの歌さ、乗ってくるだろう。で、ブラインドが全然入っていないのはどういうことなんですかね。とにかくリカバー、守らなくちゃ、お願い。リカバーでどんどんゲージをね、上げていく。で、ロロナは一回ね、防御を入れる。で、アンサンブル、癒しの歌、一応ね、ディフェンスを上げていく形で。2回行動ほんとやめてくんねえかな。ちなみにロロナがダメージを負っても、僕の歌声で君を癒そう、癒しのララバイ、追加攻撃の癒しのララバイ打ってくれるので、非常にやりやすいはやりやすいです。よし、そしたらさらにこれかな、麻痺状態食らうかな。あとで使ってみようか。HP、吸収今もったいない気もするけど、防御吸収できるんで、いきましょうか。どうせホムホムにね、今作ってもらっているはずなので。よし。OK。そしたら、ここでブリザード叩き込むんだよ。私だって、やれる!306 からの、OK、300、600か。HP はどうだ、結構高そうだけど。ギリギリ、よしよしよし、ギリギリ、指一本触れさせないよ。危ないか。ああ、またリオネラが落ちたか。そしたらどうしようかな。鉄巨人全然また減ってないもんね。まあ、ネクターで使っちゃうか。今度は頑張るから。どうしよう。ここからまたリカバーで、一応ゲージだけね、上げておきましょう。できればな、これガードはしたくないんですけどね。本気を出さないとまずいかな。これは僕の歌声で君を癒そう。ちょっと火力が明らかに足りてないんだろうな。足りてないにしろ、でもこれ以外でちょっとやり方わかんないしな。ここでミスっちゃうしな。どうしよう、守らなくちゃ、お願い。ロロナ、そうだね、ロロナをかわう必要は本来ないんだよな。油断しすぎちゃったかな。1回のねダメージがでかすぎるんだよな。守らなくちゃ、お願い。華麗に復活、強く光って。癒しの歌を。まあ、理想としてはこんな感じだよね。これがちょっとでかいんだな。タントリスもとにかく防御、癒しの歌で防御上げてった方がいいよね。僕の歌声で君を癒そう。火力を任すにはちょっと怖いよね。アシスト OK だから、ここでもう一回でもな、ここで防御打ってもな。ロルナは壁だな。ロルナを壁にする必要が多分このゲームあると思うんだよね。リオネラをどうしてあげればいいんだろうな。守らなくちゃ、お願い。タントリスとリオネラで、そう、タンクになって、基本的にロルナをいけばぶち殺すスタイル、これだよな。癒しの歌で、これでどんどん防御上げていく。で、ロロナは守らない。そう、ロロナは守らない。これでいこう。作戦名、ロロナは守らない。戦いの歌さ、乗ってくるだろう。で、どんどんこれ、重複してんのかまたよくわかんないんだよな。強く光って。断るごとに、ライトで当たった。私、頑張る。あんまり入っていないような気がするな。で、これ、マックス。
ス状態なんだけど、ここでマックス状態使うとあんまりなんですよね。だからもし使うとしたら せいぜいリカバーなんだけどな。リオネラが2度3度ダメージ食らうと困るんだ。それも困るんだよな。ブリザードぐらいで妥協すればいいよね。私だってやれる。うん、どうせ1000くらいしか食らわないんで。うん、これロロナには絶対相手が何して食うのかがね、もう少し分かれば。僕の歌声で君を癒そう。戦いやすいは戦いやすいんだけど。強く光って。ここまで来ると頑張る。完全に誰がいいかな。やっぱ自分だよな。守らなくちゃ。お願い。完全に状態、相手を状態以上で封殺していくっていうのが一番正しい気がする。よし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 。本気を出さないとまずいかな、これは。一応バトルソング戦いの歌さ、どんどんやっていくか。重複してるか分からないけど。私頑張る。守らなくちゃ。お願い。とりあえずエーテルブライト、エーテルライトか、ライトでもう少し攻撃が入ってれば。あー、入っているか。一応これだったらまだなんとかなるかな。リオネラが潰されるとこれ以上どうにもできないですね。ネクタルがやっぱネクタルで一回使い切りみたいな感じになっちゃうな。充填がどうしても遅すぎるんで、これはもう終わりですね。逃げるコマンドがないので死にましょう。僕からも行くよ。油断しすぎちゃったかな。まあ、ひとまず日付的にはそんなに、そうだね、1日しかかからないんで、これは楽ですね。何度も挑戦はできるかもしれない。エメラルド版、賢者の石と金。どっちかっていうと、鉄巨人の方が、戦いやすいかな、やろうと思えば。はい、ここからまたね、日を明けてやっている段階です。20分くらいできればいいかな。前回はドラゴン、あれ？なんかデーモンがデーモンにボコボコにされ、鉄巨人にもボコボコにされた、苦い記憶がありまして、HP1 で戻ってきてる段階ですね。コメントの方もありがとうございます。で、まあ、今回ね、やることをいろいろ、考えてプレイしますので、よろしくお願いします。話せよ！話せよ！いいか、こいつ。わしはな。はいはい、それはもう分かったから。ったく、勘弁してくれよ。どうしたの、イクセ君。大きい声が聞こえたけど。ロロナ、いいところに。このじいさん任せた。いきなり任されても。すっげえ酔っ払ってて手に負えないんだよ。俺まだ仕事も怒ってるし。じゃあ頼んだぜ。頼んだぜっていうかさ、イクセ君以外の店員さんって何してんだろうね。そんな、私だって仕事あるのに。ちょっと、なんだ小娘、お前もわしの酒が飲めんというのか。お酒ってダメですよ、私未成年だし。はあ、真面目な娘さんだな、ケリーさん。ありがとうございます。それに比べて
うちのバカ息子と来たら10年近くも遊び歩いてら、帰ってきても全く仕事を手伝わないわ。ねえ、人生何十年あるかわかんないけどさ、何十年あるかのね、うちの10年しか遊んでないでしょ。もっと遊びたいよね。おじいさん、息子さんがいるんですね。誰がじいさんか。わしはまだ40代だ嘘でしょ、本当に。ごめんなさい。確かタントリスがさっき図鑑眺めてたら22だったんだけど、40代、まあ42だとしても20歳、一番若くて40歳だとしたら18、まあ18で子供結婚だから、まあ別にいいはいいのか。人のこと年寄り扱いしやって、むしろもう少しくらい年寄り扱いしてくれれば。どっちなんですか。わしだってな、いろいろ大変だったんだよ。妻に先立たれて、男で一つで子供を育ててマジか。俺あの家族を顧みないっていうか、あんまりね、家族のことほったらかしで仕事をしてたのかと思ったら、そういうわけじゃないんだ。そりゃ仕事が忙しくてあんまり構ってやれなかったかもしれん。だからって家ですることはないだろ。仕事しなきゃ金はもらえんし、金がなけりゃ毎日の暮らしだって。はあ、大変だったんですね。もう仕事は息子に任せて隠居したっていいと思ってるのに、あいつはついてくれんし40代後半で継ぐのは、隠居っていうか、そのね、継がせるのもどうかと思うんだけど。かといって自分でやるからには手は抜けんしなあ。わしはどうすればいいんだそれをさ、15、6のさ、女の子に聞くなよ。いきなり聞かれても。その息子さんですか。どんな人なのかわからないけど、もっとよく話してみたらとか。おじいさん。わ、あ、すごいよ。だってわ、ボトル片手にまだ持ってんじゃん。寝てる。こんなとこで寝ちゃダメですよ、おじいさん。酔っ払いの相手なんてまともにしちゃダメだよ。しょうがないな。ほら帰るよ。立てる？ダメか。担いでいくしかないかな。まったく、何が悲しくて男を担がなきゃいけないんだか。あの。ああ、ごめんね。手間をかけさせて。今度改めてお礼を言いに行くよ。意外と軽いな。たく、城の中でふんぞり返ってばかりいるからこんなに細くなるんだよ。気持ちよさそうに寝ちゃってさ。ああいうセリフはシラフの時に本人の前で言ってほしいんだけどね。しまった。日付を食われたか。
食われたのか。 HP は回復していないようだけど、まあいっか。何そんないい話でまとめようとしてんの。 俺はよくわからんが俺は騙されんぞ。なんかよくわからんが俺は騙さ、あれちょっとまたホムホムがいないやつか。一回戻ってくれば治るのかな。一回ぐるっと回ろうかな。はい、とりあえずなんですけれども、まあ、今後ネクタルがねどんどん必要になってくると思うので。これでいいのね。はい、毎度ありがとうございます。まずネクタルをたくさん買い込みます。ファメラが欲しいネクタルは品質がいいネクタルなのでちょっと持ってくることができません。あの錬金術にも今後ね使いたいし、戦闘でもあのガンガン使いたいので、まあ、やっていこう。あ、だとしたらあれパメラってさ、あ、ダメか、登録仲良くないから。仲良くないっておかしいけどね、登録はしてくれないね。なんだったらあの仲良くなってネクタルとかをたくさんねあの購入できればそれはそれで楽なんですが。あら嬉しいわ。どれを置いてくれるのかしら。あ、ネクタルはこっちで取り扱ってくれるのか。ありがとう。それじゃあ早速棚に並べておくわね。はい、でですね、コメントありがとうございます。まあ、呪いとか麻痺とか毒とかあれって確率で入るみたいなんですね。あ、まあ、確率で入るというか、確率で入るし、確率で例えば麻痺だったらありがとう、なんつうのかな、行動不能になるかどうかなんですって。だから必ず動けないとかではない。どっちかというとポケモンっぽいですよね。ん、タントリスがいませんね。あの兵器工場じゃないや、あの工業地域に行っちゃったのかな。工業地域の方ちょっと見てみましょうか。今 75% ステータスがね来てるので、もうちょっとね応急の仕事も上げられればいいと思ってます。ちょうどね、まあ、日が空いているので。お、猫ちゃん入なのか。でも仲間の中にはタントリス入っているので、まあ、何かするには問題はないと思います。こんにちは。それじゃあ銀の腕輪か。持ってはいないんで。姉ちゃんに仕事。樽か。樽も品質70以上だとちょっと厳しいですよね。こういうとこ入れたりしないかな。どっかそういうのじゃないのかな。この辺の樽ちょっとさ 2,3 個あのもらっちゃってさ、納品、あ、品質よくそんな高くないか。タントリスのお家とかって、まあタントリスのお家っていうかメリオダスだっけ、あのおじさんのお家とかないんですかね。いや結構ああいう、まあ、話聞くとねちょっとうってねなっちゃうんだけど、なかなかね難しいよね。あ、ここにも猫ちゃんいるじゃん。ふにゃにゃ。やっぱこの辺一帯はもう牛耳っている子たちなんだろうな。よし、じゃあ応急行って仕事を探しますか。納品できるものは特になさそうですね、あの仲間たちは。で、仲間の評価が60くらいだったっけ。そうだね、タントリスで61だから次いくつ。77でも足りないってことでしょ。こんにちは。なんかある。あ、またこな。またこなか。今のロロナちゃんには。じゃあいいよ。すぐ渡そうか。品質が、ああ、そう。結構持ち歩いちゃったからさ。お疲れ様。品質低くなっちゃったんですよね。困ったことに。サラマンドラ。泡立つ水。バルフラム。闇の雫はダメっす。闇の雫はまだ使いたいんでね。情熱、ファッションのコンソメ。錬金工房はなぜか本当にね、ほむほむ。またいつでも来てね。作れないのはなんでなんですかね。本当に自分じゃ作ったことないっていう可能性でもありますけどね。例えば誰かからもらって、君か、ね、パッパとかママにもらってそれをそのまま使ってもう調合の欄にねイラストが出てきちゃっている可能性もまあありますので、そういうのもちょっと気をつけないといけないですかね。まずね、ホムホムになんかゼッテルをね作らせようって書いたんですよね。なんだか知らないですけど、ホムに何かご用でしょうか。多分ね、調合する
まあ、コースにおいて何かこれかな、秘密、あ、これだ、秘密のバッグ、まあ、ウサギの尻尾使っちゃうんですけれども、これでゼッテルがね2つ必要なので、これを作らせます、ホムホムには。今で、自分はどうしようかな、まだあと37日あるんで、 なんとかね、デーモンでも、鉄巨人よりはデーモンかな、デーモン特攻、魔族特攻のアイテムが、まあ、2つあったので、それを使ってまた戦いに行こうとは思っています。で、その中で状態異常にかからせたいんですよ、やつを。まあ、麻痺ももちろんなんですけど、呪い状態にしたいんですね。呪い状態が相手が回復できなくなるっていう、ステータスを与えることができるので、これをロロナがもう投げつける形でやるんですけれど、まあ、コメントね、アドバイスいただいたやつだと、やっぱりロロナは全体回復の方がいいんじゃないかとか、全体回復しないとまずいんじゃないのっていうね、アドバイスももらってて、ちょっとどうしようかなっていう。普通に戦ってる感じだと鉄巨人の方がまあ戦いやすそうではあるんですけどね。そう、呪い状態にかけられるかっていうと、じゃあ今そのアイテムがあるかって言うとないんですよ、実は。なのでどうしようかなと迷っていてもしょうがないので、まずはホムホムにゼッテルを作ってもらいます。ゼッテルを作るには何を調合すればよいでしょうか。はい、調合するには中和剤、水、植物類が必要なようなので、あ、植物類2つ必要なのか。じゃあもうちょっと捨てなくていい、プニプニをもうちょっと渡しましょう。何を調合、とりあえず2つ、マスター、2つ、あれ、この作業でよろしいですか。何が足りない、植物類、あ、渡してない、植物類をアーリちゃんは結構渡したつもりだったんだけど、これでいいかな。何をち、マスター、この作業でよろしいですか。あれ、ちょっと待って、植物類ってプニプニじゃないのか。プニプニは植物類ではない。あ、本当だ。じゃあウニだと良くないから、何がいいかな。最近何にも使ってないやつというと、マジックグラスとかかな。品質もそんななさそうだしね。この辺のやつあげて。何を、マスター、オッケー、この作業でよろしいですか。うん、2つも3つも変わんないんだったら3つ作ってもらおう。了解です。それでは作業を開始します。個数的には2つで足りるんですけれどもね。はい、じゃあロロナがじゃあ何するかというと、あ、今 HP がマッハなので、ちょっと回復するためにちょっとでいいんでね。ヒーリングサルブの使い残しはないですね。ちっちゃいのもないと。あー、みんなを回復するデニッシュも作りたいですね。はい、まあ、こんだけ回復すればあと勝手に回復するんじゃないかな、ね、あと2人も勝手に回復すると思います。で、言うのはこんなものかな。どうしようかな、作ったことないものから作って、で、戦いに備えるためのものも作りたいんで、まあ、それはホムホムに作らせればいいかと言っても、まあ、作りたいのは、ホムホムに作らせたいのはこの魔女の飛躍なんですけどね。どれを使おう、マンドラがなんだかよくわかんないんですよね。これは毒状態にする。で、闇ホタルも何するかよくわからないんで、これを一つずつ、まあ、ホムホムに作らせて登録して、投げつけるという作戦で考えてます。で、球根ひょうたんも必要ですしね。で、エーテルライトとかも、とにかくね、やつに状態異常を叩き込む。どいつもこいつも状態異常を叩き込む。材料が足りないな。何が足りない、錬金工房始まりました。錬金工房、今度は錬金工房の時代か。まずいな、燃える土がないんだよね。はい、すいません、ホモホモからね奪ってきましたので、錬金工房を作ろうと思ったんですけど、水が足りないから、ちょっとホモホモに1個受け取る。お水を1ついただきましょう。大丈夫かなこれ、ホモホモ足りてる。何が必要だったんだっけ、ゼッテル作るのに。中和剤、あ、中和剤はどっか
別の枠にあるはずなので問題ないでしょう。はい、じゃあ錬金工房、まず錬金工房作りましょう。これいくつ作ろうかな。何日作るの？1日か。じゃあ問題ないね。どれを使おう。これとこれと、どれを使おう、これと、どれを使おう、燃えると、これでいいよね。これをさ、登録できねえかな。それじゃ調合するよ。できれば。できた。はい、でこれでもしかしたらホムホムを作れるようになったかもしれないが、燃える土がない。燃える土をたくさんくれ、マジで。でそうすると今度粉が作れるようになるので、これなら簡単簡単。いくつ作ろうかな。粉を作ります。油だったら何でもいい。じゃあサワーで。どれを使おう、どれを使おう、どれでもいいです。これでいいよね。何でもいいです。それじゃ調合するよ。できた。 OK、 いい感じですね。でさらにここから、あ、そう、賢者の石とか、金、賢者の石から金を作っていく形ですね。賢者の石って何なんですかね。持ってるだけでというわけではなさそうだけど。でここまで来たら今度はレベルはまだね上がっていないので、暗黒水とかもあるんですけど、まだもうちょっと足りないんですよね。扱いやすいアイテムとかもないし、材料が足りないな。ホムホムはまだ作ってる状態。ホムに何を調合すれば。あ、できてますね。そしたら絶対、あれ、何を調、おかしいな。ゼッテルができてない。何が足りなかった？マスター、この作業でよろしいですか？はい、植物類がね、足りなかったようなので。了解です。それでは作業を開始します。まあ、もう一個作ってもらいましょう。ゼッテル、今まだね、物足りていないので。あ、闇の雫欲しがるね。これ使いたいからダメなんだよな。でまた1なる粉、今なの、1なる粉がとにかく今消耗されている。なぜなのか。お疲れ様。でさらに、ルナーストーン、ルーンストーンか。ルナーストーンは上げていいやつ、これ。あー、うーん、まあ別にいっか。お疲れ様、完璧な仕事ね。これで物が取れれば、えっ、はい、おめでとう。はあ、クソデカため息。そんなにでかくもなかったけど、なんか交換できるものは11枚、11枚だと、特に、あ、ネクタ、このネクタルいいな。15枚か。もうちょっと頑張れば。またいつでも来てね。1なる粉また買い漁るか。ほい、粉をね買い漁ってきたので、とりあえずまたホムホムが調合してる途中なので、できるものをやりましょう。モンブラン。これなら簡単簡単。いくつ作ろうかな。日数2日か。じゃあちょうどいいですね。どれを使おう。ウニ。あ、なんかすごそうなウニ作れそうなので、これで。どれを使おう。そしてどうでもいい、こ、あ、作った粉、うまい甘み。なんかあんのかな。腐りにくいもついてるし、これでいいか。どれを使おう。あ、デニッシュも使うんだ。今更だけどね。これでいいよね。これはなかなかいいものができそうだ。それじゃ調合するよ。みんな回復かな、それとも特大とかかな。回復できた。美味しく回復大、さらに大ということか。ということはこれをイクセ君に売りつけるか、登録させれば、無理やり登録させればなんとかいくつ作ろうかな、いくかもしれないですね。でエリキシル剤がね、今後必要なんですよね。この賢者の石とか1個しか作れないな。まあいっか、作れないものはしょうがない。浄化の炉とかもね持っているんだけど、レベルがちょっと高すぎると。扱いやすいものが、ね、あればどんだけ良かったかと言わざるを得ない。よし、ホムホム、ホムにね、ホムホムくれ、ゼッテルをくれ。あ、あと、ひょうたんもね、コンテナはまずいですよ。コンテナと、これと、これと、これ、これくれ。OK。で、ホムホムは、どうしようかな。先生、ちょっと助けてくれよ。